皆様、こんにちは。これより竹花祭り囃子早神楽の演奏を行います。私たち竹花小学校6年生は昨年12月から週2回2時間ずつ総合的な学習の時間において触れよう、感じよう、日本の心というテーマで竹花祭り出し保存会の講師の方々から指導を受け、パートごとに能管、締め太鼓、小包、大太鼓の稽古をしています。今月19日木曜日にはここ富士羽島文化センタースカイホールにおいて能楽の演目の中で祭り囃子の発表会を行います。ぜひご覧ください。今日は羽島市伝統芸能継承者育成の会の演奏会の場で発表する機会をいただきました。この早神楽の楽曲は竹花祭りの山車を曳行する際、町内の山神楽を出発後、八犬神社までの道行きやその後各町内への会所巡りの間、一番よく演奏される曲です。それでは竹花祭り囃子の早神楽の演奏を披露させていただきます。お聴きください。Oh.